オデッセイ L スタンドプラストレイの組み立て方。まずは本体部分を組み立てます。バーにシャフトをつけ、本体片側部分に取り付けます。反対側も同様にバーにシャフトをつけ、本体部分に取り付けます。次に足となる部分をネジで取り付けます。重さを支える重要な部分なので、ドライバーでしっかりと固定します。トレイを取り付けます。トレイの裏側に幅を変えるための調節ネジがついているので、あらかじめ緩めておきます。そして本体部分のトレイを置く位置のネジを緩め、トレイをはめ込みます。トレイをはめ込んだら本体のネジを締め、その後トレイの裏側のネジも締めます。以上で L スタンドプラストレイの完成です。付属品により様々な使い方ができます。